さあ山門から降りてきたところで奥も進みましょう。めちゃくちゃ綺麗な色、緑と赤のグラデーション。庭を手入れしてくださってますね。あーめっちゃ鮮やか。これだけ暑いと枯れてきそう。お水がいりますね。すごいな、ちっちゃい松とかヒノキが。これヒノキかな、ヒノキの葉っぱ。すごいなんか赤ちゃんの松がいっぱい生えてるのが可愛い。ついに来ました。こちらが本堂ですかね。すごい、とっても立派。これなんだろう。700年供養塔って書いてある。作られた方の700年祭かな。すごいね。行きますか。明治時代の画家今尾慶年とか、中泊の筆筆ってことね。天竜、天井の竜。そうです。邪魔します。これはでも暗いからちょっと見えないかも。肉眼で見に行きましょう。ありがとうございました。ね、お香の香りが頭がもっと良くなりますように足腰が丈夫になりますようにとかね。というわけで南禅寺でした。ありがとうございます。